ハンフォードサイトの核処理施設。コロンビア川上流の川岸にあり、手前は N 原子炉、すぐ後ろにケ原子炉とキロワット原子炉、ずっと後方に歴史的な B 原子炉が見える。ハンフォードサイトは、米国ワシントン州東南部にある核施設群で原子爆弾を開発するマンハッタン計画において、プルトニウムの生成が行われた場所である。 その後の冷戦期間にも生成作業は続けられた。現在は稼働していないが、一部の原子力専門家から、アメリカで最も有毒な場所を呼び、起きるのを待っている。地下のチェルノブイリと言われるほど、米国で最大級の放射性廃棄物問題を抱えており、除染作業が続けられている。2015年11月、米政府は原爆を開発したマンハッタン計画に、 関連する研究施設群として、ハンフォードサイトを含む3カ所を国立歴史公園に指定した。他の2カ所は原爆を設計、製造をしたニューメキシコ州ロスアラモス国立研究所、ウラン濃宿を行ったテネシー州オークリッジ国立研究所である。これらはいずれも立ち入りが制限されてきたが、徐々に公開され、2020年には、 国立公園として整備される予定であったが、実現には至っていない。ハンフォードサイトは、ワシントン州の東南部にあり、コロンビア川に沿っている。ハンフォードサイトは1518平方キロメートルに及ぶ広大な土地で、ワシントン州の東南部にあり、コロンビア川がほぼ北から南へ流れるところで、ヤキマ川にも囲まれたところにあり、一番近くの町は、 トライシティーズのうちのリッチランドになる。年間の降水量は少なく、乾燥地で砂漠に近い地理である。ここはコロンビア川、スネーク川、ヤキマ川の合流点にあたり、伝統的にインディアンの諸種族が出会う地点であった。1860年代にヨーロッパ人、 アメリカ人が入植をはじめ、リッチランドなどの町が作られた。建設中の B 原子炉、第二次世界大戦中に原子爆弾を作成するマンハッタン計画が進められ、1942年にハンフォードサイトがプルトニウムの生成場所として選ばれ、アメリカ陸軍工兵司令部は、デュポン社と契約して、ハンフォードサイトで核施設の建設を進めた。 ハンフォードと近くの村から1500世帯が転地させられたという。1943年にコードネーム W と呼ばれるハンフォードエンジニアワークスの実際の建設が開始され、建設従事者はピークとなる1944年6月には44,900人まで膨れ上がった。管理者とエンジニアは政府が建設した リッチランドビレッジの25の漁に居住し、最終的には4300世帯となった。1945年8月に、第二次大戦が終わるまでに、3基の原子炉、3基のプルトニウム処理施設が完成している。ここで作られた原料からプルトニウム型原子爆弾が、ロスアラモス研究所で製造され、ニューメキシコ州。 アラモゴード爆撃試験場での核実験に使われた。その後に、長崎で実戦使用された。1946年、ハンフォードサイトは、アメリカ原子力委員会管理下で、ゼネラルエレクトリック社が実務を行うことになり、第二次大戦後に始まった冷戦の最中に、ソ連の核兵器に対抗すべくさらに拡張が図られた。1963年には、 9機の原子炉がコロンビア川沿いに配置され、中央高原部分の5機の処理施設をはじめ、全部で900棟のビルに及ぶ巨大な施設となった。その後、1964年から1970年にかけて徐々に活動を停止している。現在、ハンフォードサイトは米国で最大級の核廃棄物問題を抱えており、 ワシントン環境局、アメリカ合衆国エネルギー省、アメリカ合衆国環境保護庁の3社でクリーンアップが進められている。近年廃棄物処理状況を一般人が見学できるビジターセンターもできたが、近くにインディアン居留地もあり、そこの主食であるコロンビア川の魚類への影響が懸念されている。アメリカ政府は毎年多大な出費を迫られていて、 また、放射性廃棄物が地下水へ到達し、コロンビア川に流出することが懸念されている。二重核タンク 101SY 内にあった廃棄物の表面。ハンフォードサイトにて1989年4月、撮影。1988年6月25日、ハンフォードサイトは4つの区域に分割され、米国全国浄化優先順位リストに記載するよう、 提案された。1989年5月15日に、ワシントン環境局、DOE、EPA の3社が合意し、ハンフォードの環境除染のための法的枠組みを提供した。これらの組織は、現在世界最大の環境除染に取り組んでおり、技術、政治、規制、文化の各方面からの課題を解くことを目指している。この浄化プロジェクトが目標とするのは、 コロンビア側支流の復活、中央大地を長期廃棄物処理保管施設にすること、将来への準備の3つである。浄化プロジェクトは2つの規制団体の監視の下、エネルギー庁が管理している。自治体、州政府、地域内環境組織、産業界、アメリカ先住民など利害関係者からの提案を、市民主導のハンフォードコモン委員会が提示している。近年では、 連邦政府が年間20億ドルをハンフォードプロジェクトに費やしている。1万1000人が固定化、浄化、廃棄物の移設、建築物の除染、土壌の除染に従事している。当初30年以内に完了するとされた浄化計画のうち2008年時点で終わっていたのは半分未満だった。浄化の結果、1989年10月4日に、 スーパーファンドに列挙された4つの区域のうち1つのみが一覧から除去されている。内務省参加の国立公園局が2020年に広島市への原子爆弾投下や長崎市への原子爆弾投下を含む核開発の歴史に関する国立公園を開園できるよう整備を進めている。ありがとうございます。